リト君、今日は何しよっか。ん？運営からインフォメーションが届いてるよ。新クエスト、結婚式だって。この結婚式はプレイヤーがペアになって参加するもので、特定のアイテムを入手すると結婚式を挙げられるですって。素敵ね、キリト君、これ受けてみようよ。ありがとう。じゃあ受注するね。結婚式なんてロマンチックだな。私たちが結婚した時、そんな式なんてあげられなかったから。今更だとしてもできるのはすごく嬉しいな。このクエスト頑張ろうね。必要なアイテムは銀の貝殻と黄金の果実だって。その2つを持ってこのマップにある教会に向かうと扉が開くみたい。銀は男性、金は女性のシンボルの色ってことなのかな。じゃあまずその2つのアイテムの場所を調べなくちゃね。これが今回のクエストの説明図だね。ここから攻略のヒントを探さなきゃね。一つ目の銀の貝殻ってどんなものだと思う？あ、そっか、貝殻だからこの海岸に行けばいいのかも。二つ目の黄金の果実はどこにあるのかな？果実だから木になってるわけで、この森かもしれないね。今回のクエスト無事に達成できたら結婚式が挙げられるけど、ウェディングドレスは着られるのかな。私も女の子だもの、あの服を着るのは憧れだからね。純白のレース、その響きだけでキュンときちゃう。現実世界でも仮想世界でもどっちでも着てみたいな。母さんの結婚式の写真、前に見たことあるんだけど素敵だったよ。私は何歳くらいで結婚するのかな。ねえキリトくん、結婚式をゴールに設計するなんて素敵なクエストだよね。なるほど。見つかるかな。ん？ん？楽しみ。うん、いろいろと調べてみたけど確認が取れたよ。銀の貝殻はこの海岸エリア、黄金の果実はこの森エリアで取れるみたい。どうやって取れるのかまではわからなかったけど、
ヒントはね、銀の貝殻は真実の愛を示した者たちにのみその姿を現す。黄金の果実は偽りの愛を見抜けた者にのみ宿る。だって。じゃあまず、こっちの海岸エリアに行ってみようよ。ここで銀の貝殻を探すんだよね。でも海岸にしゃがみ込んで探すだけじゃきっと見つからないよね。真実の愛を示すってどういうことか、キリト君わかる？え？真実の愛といえば、キス？そんな。でも、うん、これは士気を上げるためだもんね。じゃあ、どうかな。何か変わった様子はある？何もないよ。違ったみたい。太陽の光がすごいね。ちょっと長丁場になりそうだし、日焼けオイル塗ってもらっていいかな？ありがとう。まんべんなく塗ってね。じゃあお願いね。全身にくまなく塗ってね。前は大丈夫だよ。背中とか手の届かないところをお願い。うん、そこそこ。日焼けしすぎるとヒリヒリするから。なんか日焼けオイルってベトベトするよね。くすぐったいよ。いつか現実で海に行ったら、その時も塗ってくれると嬉しいな。現実の夏の海辺ほど過酷な暑さじゃないのがいいよね。塗るの上手だね。あ、眩しい。真実の愛。愛。そこは自分だと届きにくいからね。貝殻なら色々落ちてるけど、銀色なんだよね。宝探しみたいで楽しいね。見つかった？どこかな？見つかるかな？
シャッターチャンスだね。見つかるかな。これだけいろいろ試したのに結局見つからないね。これって私たちの愛が真実じゃないってことなのかな。ことない、愛してるって いきなりどうしたの。言いたくなったなんてびっくりしちゃうよ。これって銀色の貝殻だよ。でもどうして突然。あ、もしかしてキリト君が告白してくれたから。真実の愛を示すって、なるほど、そういうことだったんだ。この森に黄金の果実があるはずだね。偽りの愛を見抜けたらってどういう意味なのかな。あれ、何か霧みたいなものが出てきたよ。え、何これ、視界が遮られていくわ。キリト君、はぐれないでよかったよ。でもさっきの霧、なんだか怖かったね。私、ちょっと怖くなってきちゃった。ねえ、もう帰らない？え？クエストはどうするのかって？私の安全とクエスト、どっちが大切なの？私だよね。私のことを愛してるのよね。なら言うことを聞いて、今すぐここから出るのよ。何よ、様子がおかしいって言いたそうな顔をしてるわね。な、私が偽物ですって？くっ、まさかこんな簡単にバレるなんて。もしかして偽物が現れなかった？実は私の方にも。そっか、キリト君もすぐに気づいてくれたのね。こんな時に言うのは変かもしれないけど、なんか嬉しいな。キリト君は私のこと本当に理解してくれてるんだね。私の方もすぐに分かったよ。この人、キリト君じゃないって。
なかなか手の込んだクエストだね。びっくりしたよ。これが偽りの愛を見抜くってことだったのね。見た目は本物そっくりだったね。仮想世界だからこそできることだね。早く見つけたいね。これで黄金の果実もゲットだね。よーし、じゃあこれを持って地図の示した教会に行きましょう。教会の扉ね。わあ、見てキリト君、貝殻と果実が合わさって鍵になったよ。これを使って扉を開くのかしら。やってみようよ。ありがとう。私、幸せだよ。でもここって神父様もいないね。じゃあ私が。病める時も健やかなる時も共に人生を歩むと誓いますか？では誓いのキスを。なんだか信じられないよ。こうしてキリト君と結婚式を挙げられるなんて。これは現実でもするための予行演習みたいなものだからね。現実でもいつか。よろしくね。ちょっとキリト君、お姫様抱っこなんて人生初だよ。現実でもいつかしてもらっちゃおうかな。重くないかな。ずっと一緒にいようね。
一緒にいようね。なんだか少し恥ずかしい。クリアできてよかったね。なんだか少し恥ずかしい。やっぱりウェディングドレスって素敵。最高の写真が撮れそうだね。なんだか少し恥ずかしい。キリト君からお姫様抱っこだなんて、こんな格好恥ずかしいけど、でも嬉しい。今キリト君に包まれてるってわかるから、これからもずっとずっと一緒にいようね。ずっと一緒にいようね。なんだか少し恥ずかしい。写真が撮れそうだね。なんだか少し恥ずかしい。できてよかったね。ずっと一緒にいようね。素敵なクエストだって。これからもよろしくね。キリト君、大好きだよ。幸せ。これからもよろしくね。幸せ。